はい。まあ、ポンコと関正久でございます。今回のお話はですね、えー、円安時代には、〇〇力が決め手になるというお話をさせていただきたいと思います。い、えー、よいよですね、2024年5月にですね、円、円がですね、1ドル160円になりましたね。うん。なんかすごいワイワイ騒いでますよね。<laughs> <laughs> な,なんかあの経済評論家の方もですねなんかワイワイ騒ぐだけでこう,こういう分析ああいう分析、まあ、し,してあの他の実業家の方も「あ大変だ大変だ」であ,のあと政治家の人は「まあこれはけしからんあれはけしからんまあ日銀がどうのこうの」っていう話じゃないですかまあまあまあ、まあ、大概っていうかそんなことばっかりのなんですけど。 いや別にあれじゃないのそう、それが来たらそれにね、そういう風になったらそういう風になったで対応していけばいいわけですよ。いち早く今度次どういう手を打つかって考えるんですよね、人っていうのはね。<laughs> まあそれだけの話なんで。で、いくら政治批判したところでね、あと、目先の、まあ、機敏な人はね、えっ、ー、とまあ先物、先物じゃないあの、目先の機敏な人は、この えっと、コモディティですよね。えー、現物資産を、まあ、買いましょうみたいな話するんだけど。まあ、もうそんなのさ、ずっと前に見越してないとダメでね、そんなことはね。うん。今更何ですかって話ですよね。<laughs> うん。まあ、まあ、大体。でもね、まあ、現実の問題としてね、私ね、実際はね、まあ、そうにはならあの、これが、あのえ、円安がずっと続くかっつったら、続かないと思ってるんですけど、 まあちょっとね話がややこしくなるんでえ今回は円がねこれから円安がどずっと続いてしかもえ1ドル200円とか250円になるっていう状態が続くってお話をえーそれを仮定してですね仮定してお話をさせていただきたいと思います。まあね あの、今ね、ここ、この広い、あの、空き地みたいなとこあるでしょ。これは、はあの、あそこになんか古い工場があるんですけど、これは東バルっていうんですよ。えー東、東洋バルブでですね、えー、の跡地というか、あ東バルの、あの、工場跡なんですよ。えっ、ー、と、ここね、ずっと、ここひ、むちゃくちゃ広いですよ。むちゃくちゃ広いんですよ、これね。えー、東バルの跡地っていうのはね。 これ、だいたいですね、1キロ平方メートル、1キロ四辺の正方形をイメージしてもらう場合いんですけど、100万平方メートルですね。すごい広いですね。ここに工場が何個もあったんですよ。えー、まあ、創業が大正8年だっていうことなんですよね、えー。それで、私がどれぐらいでしょうかね。えーと えー、私がまあ大学生ぐらいまで、まあ、まあバブル後に多分あのへ、どんどん工場を閉鎖していったと思うんですけどね、うんまあ、要は、えー、とそのとそに、えーまあ、その創業当時は、まあ、まあ全然弱かったんですよ、日本の円なんていうものはね。<laughs> えー、そうですねあまあ ま、ちょっとね、あの、遠隔なんですけど、最初、あの、いやね、ここの地域って、あの、製死魚ですね、あの、機能織物の工業がむちゃくちゃ盛んだったんですよ。大体じゃないですかね。えー、日本の生産、日本の機能織物の6割から7割ぐらいは、この、 えー、諏訪湖周辺でですね、生産されてたいう、ということで、ここ寒いんですよ、寒いでしょう、寒いんだけど、あの、要は、この、水を循環するシステムを作んないといけないですよね、あの、温めたり。えーね、水が必要なんですよ、木の売りも物。その水や、やはりね、鉄の缶ですよね。 あの、鉄、鉄の管で回さなきゃいけないですよね、水をね。そうさ、寒いんだけど、寒くて、それが破裂するんですよ。当時そんな電、ヒーターとかなかったんじゃないですか。だから循環させるしかなかったと思うんですけど、水をね。でもやっぱ破裂した、したんですよ。で、そこの、やはりあの、配管技術が、あの、必要だったんですよ。配管工っていうのはなくてはならない。の、その、あの、そから派生して、 えー、こういういババルルブブ工業バ、ねえー、バルブ日本で最初にこのバルブって作ったのがこの東洋バルブらしいんですよね。えー、ということなんですよ。まあんでこんな話してるかっていうとまあそれでねなんでこんな話してるかっていうとこの敷地の広さに関係あるんですよ。円が安かった頃の工業って、えー、まあ自国がですね通貨が安い 時の工業ってどういうことかっていうと、えー、内製化なななんんでででですすよよ自分で何でもやらなきゃいけないけ機,機械一つ <laughs> あの輸入するにあたって、まあ、当,当時あれですよね、まあ、あの大正時代とか昭和初期だとか昭和中期ね、えー、そこら辺なんかでは円が安いですから、まあ、ドイツやイギリスなど最新,最新の国からですね えー、機械1つ輸入すするにも莫大な金額がかかったんですよだから、ある程度は自分で作っちゃえと、うんうん、いうことなんですよ。だから、この人物一つ作るにしろ自分でやっちゃえと。えー、自分で作れと、えー、いうことなんですよ。生産設備から何からね。 だからあの本当のバルブを作るっていう工場も必要だったんだけれども自分の生産ラインを自分たちでゼロから作っていくっていう、えーまあ、技術集団っていうのがいたんですよ。ですので何でもかんでもやっていこうっていう話なんですよね、うんえー。そこで技術が育まれていくわけなんですよね。何でもかんでも自分で、えー、内製化ねやっていこうっていうことなんですよ。 まあ、くどいようですけどね。えー、で、これが、やはり、のその当時の主流だったんですよ。主流だったんですよ、その。で、で、だんだん、あの、縁がですね、まあ、プラザ合意が1985年ですか。えー、私、高校1年でしたね。その時に、まあ、中曽根、あ、宮崎市か、あの,あの時ね。まあ、それで <laughs>、あの時、レーガンでしたね、大統領ね。まあ、あのー、まあ、G7 なのかな。 えー、G7 のね、増唱が、えー、一度に返して、えー、円高、ド、え、ル、ー、安っていう方向を決めたんですよね。そっからですよね、この内政化っていうのが、えー、逆に足を引っ張ったんですよ、うんあの。買った方が早いって話ですよね。<laughs> 自分で何か作るよりも買った方が早いって話で、それはあの工場だけの話じゃなくて、 工場だけの話じゃなくて、あの、し人々、個人個人の、えー、個人個人のですね、この生活もそうだったんですよ。そうなったんですよ。買った方が早かったんですよ。例えば、えっ、ー、と、その時ね、あの、私は中学生ぐらい覚えてるんですけど、なんかアディタスのち、あの、アディタスってあるドイツのね、あの、スポーツ用品メーカーですよね。えー、T シャツがね、1枚5000円ぐらいしてましたね。まあ、いいもんなんですけどね。 いいもんなんですけど、えー、っと、靴だって、子供の靴、あれですよね、1足いくらぐらいしてたんですか。えまあくえー、っと当時、あれですね、子供の小学校6年生ぐらいの靴が、そのアニタスとかなんとかってったら1枚ぐらいしたんじゃないですか。えー、今だと2000円とか3000円じゃないですかね。うんえーまあまあ えっとそのだなので、あのまあそんなね、まあのととにかく私、小学校6年生ぐらいまでなんか自分、あの買ってもらったことないですよね、新品のものなんかね。あみんな、あの、降るというか、お下がりでしたね、えー、いうことで。あと、うち、ミシンありましたよね。<laughs> ミシンあって、いろいろ作ってましたね。あの 姉顔のピアノ兄貴と、まあ、みんなピアノ習ってて、発表会なんかお袋顔の姉貴のドレス作ってましたよね。あの、手ぬ、あの、ミシンでね。今、ドレスだってね、古着屋行けば、古着屋だとかね、あの、買った方が早かったですよね。<laughs> いう話なんですよ。買った方が早いってことですよね。で、どん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 この、ましまいには、あれですよね、ファブレスの工場、 ファーブレスのメーカーとかいうことが流行りましたよね。要は、えっ、ー、と、自分で工場を持ってるメーカーっていうのは儲けが少ないと。だからとにかく、何から何まで買えということですよ。安い地域から買って、えー、部品なんかもね、買ってきて、安い地域に、えー、の組み立て、まあ、アッセンブリーですね、組み立て、 でそれで全てえー、まあこれで問屋に流していけみたいな話でとにかくあの自分自分で何かやるのは損だっていう話になってくるんですよねうんそしてどん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 技術っていうのは衰退していくわけなんですよねえー、今度は <laughs> まあ今度逆転するわけですようんあ,あともう一つあの生活の話でねやはり昔あの外食っていうのはそんなにしなかったんですよね あの、なんか、年に2、3回とかそのぐらいじゃない、内職、あの、外食したっていうの僕が小学校とか中学生ぐらいの時ね、えー、外食なんてそんな滅多にし,しなかったんで、今、1週間に1回や2回するんじゃないですか、皆さん。そしてあの、えー、っと、あれですよね、ま、毎日ぐらい外食してる人も多いんじゃないですか、あの、あの、一人暮らしの人なんかね、あの、 当時はみんな、あの、手、お弁当も手作りでしたね。ええー。あの、多分、お惣菜なんかも高かったんじゃないですかね。だから、あの、母親なんかも、あれ、一から全部作ってましたよね。いろいろなものをね。えー、えー、だから、やっぱ外食が高価だったんだけど、今外食が当たり前になってきたんだけどね。うん。で、そういうことなんですよ。うん。 あの、今度、この円高に、え、円安に触れれば、こう輸入が大変になってきますんで、物の物価が上がるわけですよね。えー、上がるわけだから、まあ、結局決めてはですね、自分で、どれだけ自分でいろんなことをできるかって話なんですよ。うん。あの、要は、ご、あのね、その素材を買ってきて、できるだけ調理をして作るっていうこと、ま、もともとのことですよね。 で、あと、やっぱ布なんかも買ってきたりね。えー、そして自分で服作るっていう話ですそれの方が有利になるわけですよ。ねあのーあ、あとは古いものを長く上手に使うってことと、あと修理をして使うってことですね。えー、そういうことですよ。そういうことに変わってくるんですよ。産業の構造だとか、個々人の生活が。そういうことですよ。で、あのー、うまくやってきたんですよ。それを。 あの私たちの先輩たちはね。そしてあの逆に言うとこれがとあの円高の時代の方が特殊だったんですよ。うん 逆に特殊だったんですよ。そして、ほん日本人が本当に得意だった、そういったあの、あれですね、自分で何かやる技術だとか、そういうものが廃れてったんだけど、またここで復活していくってことですね。頭を切り替えていくことですよ、ここね。もしこれが続くとしたならばね。えー、続くとしたならば、まあ、そういうことですよ。また対応していけばいいだけの話で、なんか大変だ、大変だって騒いで、だんかあのー、走り回ってる、 のはエネルギーの無駄なんですよ。だからこれからどうするかっていうことですよね。またみ、あの、まあ、これが続くようだったらまたミシンなんかが売れるんじゃないですか。で、おと、お母さんたちがね、ほんでまた知恵振り絞って、あの、家計のやりくりするためにやるね、ね。うん、いうことですよ。ええーまあ。でも、お母さん大変になるってことなのかな。いろいろ外食なんかが少なくなったりね。 うん、で、または、外で働けみたいな話になると大変になりますよね。そしたらあれですね、あの、まあ、昔の時代じゃない、あの、その昭和じゃないから、今度はあれですね、えっ、ー、と、まあだ、旦那、旦那も参加していくってことですね、夫婦でね。えー、えー、まあ、大変になると思いますけどね。えー、やっていくしかないですよね。そうやって、知恵振り絞ってやって、また、あのー、 やり直していくって話なんですよ。ね全然大変じゃないです。対応していきましょう。ということです。どうもありがとうございます。失礼します。